おはようございます。寝起きのくまみきです。今日も一日の食事をとっていこうかなと思います。ちょっと最近このシリーズ楽しいなってなってきてやります。で、今日はですね、よいしょ、朝ごはん待って、バナナの収穫みたいになってる。よいしょ。はい、こちらのバナナ覚えてますでしょうか。この前ね、オイシックスのもので一日の食事をやってたんですけど、そう、くまみきスペシャルセットっていうのあるので、よかったらその動画見ていただければと思うんですけどね。このバナナ、それ届いた時まだ青かったんですよ。で、今めっちゃいい感じに熟しているので、今日はこちら食べていきたいと思います。今日は朝ごはん、バナナ餅を作ります。最近ちょっとハマってるの。というわけで、まずバナナを切ります。これ潰しちゃうんで、大きさは適当で大丈夫です。一個いただきます。うん、うんうん、甘々バナナで、バナナ耐熱ボウルに入れたら、ラップして 100W のレンジで1分加熱します。そしたらめっちゃ柔らかくなるんで、フォークで潰します。はい、ぐちゃぐちゃで、バナナね、測ったらだいたい 80g ぐらいあったんですけど、ここに対して片栗粉大さじ1ぐらいかな、だいたいですそれで混ぜます。なんか少ないな、もう一個作ればよかった。はい、じゃあ今フライパンにバターを乗っけて溶かしています。で、ここに今のぐじゅぐじゅバナナを入れます。これで両面焼いていきます。焼いてる間にプロテイン紹介今日の朝のプロテインはみゆみの抹茶プロテイン。これちょっといただいて飲み始めたんですけど、めちゃめちゃ美味しい。私の大好きな抹茶とチャイの味なんですよ。どっちかじゃなくて両方がミックスされた味で、めっちゃ美味しいんで今日これ作ります。うわ、こぼれたとか。やってる間にいい焼き色裏ついてきたので、ひっくり返しましょう。あ、滑る滑る。お、あ、美味しそう。いい感じ。これでもうちょっと焼いていきます。というわけで朝ごはん完成です。美味しそう。そのままでも甘くて美味しいんですけど、お好みで蜂蜜をかけちゃいましょう。はい、というわけでバナナ餅とヨーグルトに、この前のね、オイシックスの動画で紹介したジャムを入れました。で、ちょっと隙間空いたので追いバナナして、で、抹茶プロテインです。それではいただきます。うん、美味しい。チャイだからさ、スパイスが効いてて、それがすっごい美味しいんだよね。食事にも合うの。めっちゃ見られてる。うん、だいたい届いてから今回は3日4日ぐらいでいい感じに熟されたかな。バナナ餅。うん、うん、ふん、もちもち。うん、ふん、本当にこれ蜂蜜かけなくても美味しいんですよ。家にマジで何もないなって時、ほんとバナナしかないわ、どうしようって時にこれ作ります。うん、朝ごはんにもおやつにもおすすめです。うん、めっちゃ美味しい。ヨーグルト、うん、あー美味しい。ヨーグルトはホームベーカリー買ってから、ホームベーカリーにあるヨーグルト作る機能で、本当にずっと無限ヨーグルトしてます本当買ってよかった。最近ちょっとパン我慢してるから、まあヨーグルトメーカーとかしていますというわけでごちそうさまでした。おやのご飯食べようねはい、というわけで以上朝ごはんでした。お昼ご飯、今日のお昼はチーズタッカルビ作ってみようと思います。いや、辛いの苦手じゃんっていう話なんですけど、そう、前お店でね、食べようとしたらやっぱ辛くて食べれなくって、でも自分で作ればさ、辛さ調節できるから、ピリ辛ぐらいまでといけるから、ちょっと自分の口に合うようなチーズタッカルビをね、作ってみようかなと思います。っていうのと、この前のあのオイシックスのビビンバー作った時に、この豆板醤使わなかったんですよ。辛いのに苦手だって言って入れなかったんで、ちょっとこれも活用したいなと思って作ってみます。初めて作るぞ、お家で。
家にあったね、余り物の野菜を食べようかなと思います。ということで、まずキャベツ、適当な量を切ってます。一人分で今回はやっていくんだけど、キャベツ、これだけあればいいか。なんかちっちゃくなるからわかんないよね、野菜って。これ芯のとこ硬くて苦手なんで、私は薄く切ります。玉ねぎ、半分多いかな。まあ、いいか。食べよう。お野菜いっぱい取りましょう。で、これはチーズタッカルビとは別です。副菜でトマト食べます。半分でいいや。いつも登場してるんで、トマトちゃん、おなじみです。ちょっと柔らかくなってきてる。切って。はい、ちっちゃく切って、器に、あー、落ちた。入れて。器が大きかった。すいません。動画としてちょっと映えないので、移し替えます。多分前にも出てきたと思うんですけど、こちらの塩麹かけます。私の料理にはレパートリーはあまりありません。美味しいと思ったのをね、何回も取り入れていくよ。これでお箸で軽く混ぜておきます。これが美味しいんだよね、さっぱりしてて。はい、トマトの塩麹和え一品完成。待って、大葉見つけた。大葉は飾ろう。細く切って、ここに、えい。はい、これで完成。鶏肉準備していきます。多分これは 100g ぐらい。適当に食べやすく切ります。で、こんな感じでビニールに入れたら、ニンニク1/2個すりおろします。全然チューブでもいいと思うんですけど、うちに大量にニンニクがあって、頑張ってチューブ買わないでね、こうやって消費しています。そして、醤油小さじ1。もうちょっと入れよう。みりんも小さじ1。で、ケチャップ、どんくらい？どんくらい？適当！砂糖は小さじ1/3ぐらい？もうこれは辛さのお好みの調節だと思うんですよ。で、豆板醤全部入れたらちょっと辛そうなので、どうしようかな。大さじ1ぐらいにしたい。あ、辛そう。あれ？豆板醤でいいんだ。コチュジャンと豆板醤って一緒？別？別か！コチュジャンだった私必要なの。どう違うんだろう。あ、そうなんだ。豆板醤辛い。怖い。え、じゃあ普通のチーズタッカルビみんなコチュジャンかな？まあ、いっか。作ってみよう。チーズタッカルビっぽいもの、今日は作ります。これで、もみもみ。怖くなってきた。まあ、大丈夫っしょ。やってみよう。食べよう。これでちょっと置きます。そんな間に洗濯物干そう。じゃあ洗濯物干し終わったので、炒めていきます。ごま油。だいたい中火から強火ぐらい。ここにさっきのキャベツと玉ねぎ入れて炒めます。まあ玉ねぎが透き通るぐらいまでかな。玉ねぎだんだん透き通ってきたので、一旦端に寄せます。で、さっきの鶏肉、一回ね、肉だけ入れます。この液体後で入れるんで、捨てないで、ちょっとお肉焼きたい。焼き色つけたい。よし、これで残りも入れます。残りの調味料の液。少なかったかな？これでちょっと弱火にしました。ここにチーズ入れます。で、蓋をして、ちょっとこのまま置いときます。お肉に火を通したいのと、チーズ溶かしたいので、いい感じになるまで置いときます。さあ、どうでしょう？じゃじゃーん！あ、美味しそう！心配だったけど、意外と美味しそうにできたんじゃないですかね。やったー。はい。というわけで、完成でーす。チーズタッカブ、言えない。チーズタッカルビと、トマトの塩麹和え、ご飯。意外と大盛りランチになりました。それでは、いただきまーす。むにゃさん、君は食べるときいつもそこにいる役目になったのかい？じゃあ早速、チーズタッカルビなのか、食べてみます。うん、美味しい。うん、じゃないよ。もじゃにはちょっと味濃いよ。全然辛くない。美味しい。全然辛くないんだけど、ちゃんと、その感じ
なんだろう、雰囲気は出てるから、チーズタッカルビの辛くないバージョンっていうできました。コチュジャンと豆板醤間違えたけど美味しい。しかも野菜もいっぱい取れるしいいわ。やっぱチーズって美味しいね。で、結構これがしっかり味なんで、副菜はトマトでさっぱり。あ、大葉入れてよかった。美味しい。意外と簡単に作れるんだな、チーズタッカルビ。ちょっと美味しいし簡単なんで、日常的にもっと作ってみようと思います。いい出来だ。リン、辛くないから少し食べる？食べる。リンでもいけるやろ？うん。美味しい。本当に入れたんかっていうぐらい。もうちょっと入れてもよかったかな。大丈夫だった気がする。後から足してもいいけど。まあ、いいか。豆板醤って熱した方が風味が出る的な。あ、そうなの？確か。へぇ。夕飯何しようかな。よく食べてる時とか、食べた直後に次のご飯の話しちゃって怒られる。なんで？我らその話しがちだよ。しがちだよね。食べてる時、いつも夜ご飯の話してる気がする。私の心を察して。ん？おやつが食べたい。ちょっともじゃ風に待って、訴えかけてみました。待って。そうだよ。ちょっとうまいかもしれない。おじゃおいでよ、おじゃおいで。いやだ、2匹はちょっとうざい。1匹でもちょっとなのに。じゃん、リンが持ってきてくれました。桜餅入りよと思っちゃうさん。桜餅入りミニトラ焼き。私がこの前無印の動画出して、その時はこれ迷ってやめたんだけど、その動画を編集してたリンが無印の桜シリーズ食べたくなって、これを買ってきて持ってきてくれた。開かない。いいサイズ、いいサイズ、食後にいい、ね、桜餅の匂い。いただきます。いただきます。幸せそうで何よりです。なんか食後に絶対ちょっと甘いの食べたいんだよ。わかる、ちょうどいい、普通のドラ焼きサイズだとでかいんだ、うん、うん、うん、こしあん派だけどさ、ドラ焼きはつぶあん派なのよ。わかる、なんでだろう ね、うまい。ありがとう。私は幸せだ。今日どれだけ楽しみにしていたことか。クマが幸せそうで幸せだよ。うるせえ。もにゃも食べたいね。もう今日は立ち上がれないかもしれない。おやすみなさい。おやすみなさい。いや、最高だね。もにゃのないな。二人だけで幸せ感じてんじゃねーよっつって。それでは夜ご飯作っていきたいと思います。夜ご飯はさっきスーパーでこれ買ってきました。ラポキ？ん？ラポッキ？ラーメントッポキだって。ちょっとお昼さ、辛くなかったのよ全然。ちょっと辛さ味わいたいなと思って、今日韓国デーにしようと思ってそちら買いました。で、結構もう夜ヘトヘトで簡単なのにしようと思って、こういうのに頼っていこうと思います。あれ？あ、しくった。どうした？2人分だったこれ。2人分なのは分かってたんだけど、分かれてると思ったらさ1個だった。それで2人分なの？少ないよね。少ないね。麺が膨らむのかしら。え、少なくない？本当に2人分？2人分麺をうまいこと割ろう。気をつけて帰ってな。これいけるかな。こうなんかね、ぐるーんってなってるんだよね。いけるかな。あ、やばい、飛び散るやつ。普通に半分に切るか。いけー、おりゃ。あ、大変。あー、飛び散るけどできた。割れた割れた。よし、これで半分だけ食べよ。まずは水、そしてスープの素、これ2人分だから半分ね。で、これさ、取っとかないで使い切ってくださいって書いてあるんだけど、マジごめんなさいなんですけど、半分使って続き明日食べます。明日半分すぐ使うから許して。あー、なんか辛い匂い。これで火にかけます。はい、煮立ってきたところで、ここにラーメンと
トッポギ入れて4分煮たら完成なんだって。3分ぐらいのところでちょっと他の具材も足そうかなと思います。漬からないけど大丈夫かな、様子見ながら頑張ります。で、煮てる間に簡単に副菜を、お昼の残りのトマトをちっちゃく切ります。あとカニカマ、どんくらいで切ったらいいんだろう、わかんないけど半分に切る。で、ちょっとほぐそうかな。この前の動画の時にもずくにカニカマ入れたら美味しいですよって教えてもらったんで、カニカマと生姜かな、そう、それが美味しいって聞いたんで、トマトとカニカマをもずくに入れて生姜も入れて食べようかなと思います。すごいグツグツです。麺もほぐれてきました。よし、浸った浸った。ちなみにこの使ってるお皿なんですけど、木の皿って言って奥平ベースの奥平くんにねプレゼントしていただきました。本当ありがとうございます。本当ね、もう息子にしたいくらい素敵な青年なんですよ奥平くんは。活用させてもらってます。そう、これ火にかけてそのまま食卓にねお皿として持っていけるから洗い物が減るんです。私にぴったり。ここで卵入れようと思います。本当はゆで卵を作ろうかなって思ったんだけど、昨日お菓子作った時の卵余ってたわって思って使っちゃわないと。はーい、ちょっとこれで辛さも和らぐかな、どうかな。あとチーズも入れちゃいます。これでチーズが溶けたら完成かな。チーズ溶けました。なんか煮込みすぎて汁がなくなってきた。ちょっと彩りでネギを加えて、よし完成。わーい、美味しそう。トッポギ入りのラーメン、そしてもずくにトマトとカニカマと生姜でーす。コメントで教えていただいてできたレシピ、それにはトマト入れてとは書いてなかったんですけど、まあ入れちゃいました。赤いな、なんかめっちゃ赤い感じになりましたね。これでいただきます。辛いかな、ちょっとトッポギから食べてみよう。いただきます。うん、あ、美味しい。あ、結構辛い。トッポギだけで結構辛いってことは麺は結構辛いのでは。うん、うん、うん、辛い。でも甘辛いんですよね、美味しい。うん、いける。なんか撮影でさ、カメラいろいろ動かしてる間に麺がスープを全部吸っちゃって、ラーメンじゃなくてなんかね、なんだこれ焼きそば、何これ、もう汁がないですでも美味しい。こちらもいただきます。なんかコメントでさ、献立できるの嬉しいね。ありがとうございます、美味しい食べ方教えていただいて。食べてみよう。うん、あ、美味しい。生姜いい、めっちゃいい。うん、カニカマ久しぶり、美味しい。トマトも入れたから結構これでボリュームも出てすごいいいですね。ちょっと最初ラーメンだけじゃ野菜不足すぎるなと思ったんだけど、まあ、これでも足りてはないと思うんだけど、でもちょっと体にいいことしてる気がする。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。というわけで、なんだか突然韓国料理を食べる一日みたいになったんですけど、これちょっとやりたいな、他の国。例えば私ベトナム料理好きだから、ベトナム料理を食べる一日とか、あとはなんか他にも和食の一日とかリクエストあったら、なんかそのメニューでやっていくとか、あ、コメントで教えてもらったメニューでやるとか、あ、いいな。そしたら私献立考えないで済みそうというわけで、今日もたくさん食べました。これあれかな、みんなの献立の参考とかになるのかな、わかんないんですけど、美味しそうと思っていただけたら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。